けんね。しかもなんかこう1分とか、あ、5分とかそういう問題なくて、確かに、うん、もう今10分ぐらいだろ。そうですね、はい、もう今10分なんで。本の出版イベントの時も普通に遅れてきました。遅れてきたというか、まあイベント自体はもちろん間に合ってはいるんですけど、はい、まあ、一応集合時間であるんですよ、はい、打ち合わせとかする、はい、普通になんかちょっと駐車場は今混んでてみたいな。それはもう予想してこいよと、こっちからすると。あのね、タチが悪いのはね、はい、謝罪しないからね。あ、本当ですね。え、で、一言目なんて言うと思います？一言目？はい。言い訳しそうなんだよな。なんか、まあ、前の仕事が、前の仕事が、言い訳、はい、言い訳を言う。なるほど。これも何かのせいにしちゃダメだからね。そうですね。けんね。皆さんこんにちは。ダイヤホームプレゼンツマンスリーサンフレッチェ。今回はなんと、タイトルコールで、紹介した通りダイヤホーム様に今回のスポンサーになってもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ダイヤホーム様は、レジーナのスポンサーにもなってくれている、企業様です。今回のレジーナの練習着の方に、うん、ダイヤホームスポンサーをね入れていただいているので、あの本当にありがたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今回はね、本当自分たちらしく、楽しんでやっていきましょうよ、お母さん、ね。まあ、やりたいんだけど、その前に、はい、何、いや今日待ったよ。ん、いや待ったよ。何が、まあ、20分ぐらい待って、うん、これ工事入ってきた時に何て言うかねっていう予想で、うん、そんなの、うん、で俺はもう40年間一緒だから、まあな、まあおそらく、まあ、言い訳から入ると。まさにその通りでしたね、これは。お、来た。はじめまして。この道は、すいません、ちょっと遅くなりました。すぐやる？分からんけど、その だいぶ待たされてる。おお、待たしてますか。あ、俺が悪いって言われてるな。僕は何もできないんですか。それは、それは俺はどうにもできない。俺は動かされてないだけだから。言い訳だとは思わんけどさ、ま、あのここに来る前に僕、まあ、実はですね、まあ、今回そのダイヤホームプレゼンツということで、うん、ダイヤホームの小林社長のところに訪問させてもらって、うん、で今回のこの、マンスリーサンフレッチェのスポンサーになってもらえる、うん、そのお礼に訪問させていただいたんですよ、うん、はい、なので、まあ、僕謝罪はしたいところなんですけど、はい、まあやっぱりこの番組のために、はい、お礼をね伝えに行ったので、そこはちょっと言い訳したいなと、はい、うん、僕はいいんですけど、うん、まあ、選手僕の中でね、うん、あの出演してくれましたし、ごめんなさい。軽いよこれ。まあ、まあなんかもうやりましょうか。やりましょう。まあ、その6月ね、7月はまあリーグ戦がね、あの少なかったっていうのもありますけど、うん、新加入選手も、ね、うん、入ってきましたけど、うん、住吉ジェラニレションえ、向けて杉吉、ジェラニー・デショーン選手、うん、なんかね、本人は会見ではなんかジェラで呼んでほしいっていう感じで言ってたんだけど、うん、はい、まあ、俺的なら杉吉って呼びたいキャラかなっていう。なるほどね。そっちも覚えやすいっていう。まあ、確かにちょっとまあね、彼のその活躍は期待したいなというところと、うん、あと実はこの収録日にですね、うん、松本大志選手がレンタルバックという、うん、これはいいニュースかなと思いますけど、これ実際は8番つけるっていうこともあり得るんじゃないですか。
いや、8番はちょっと…ダメよ。まあ、チームはちょっとね、今、なんか嬉しい状況だと思うから、うん、起爆剤にもなってほしい、うん、まあ、自分らに流れを変えたいっていうか、変えるっていう意思で、まあ、頑張ってほしいなと思います。頑張ってほしいですね、うん、はい。今回も、視聴者の皆さんへの、プレゼントもありますので、最後まで見て、キーワードをチェックしてください。それでは早速グッドシーンいきましょうか。はい、はい、さて次のコーナーは僕たち MC が6、7月の試合を見て特に良かったグッドシーンを紹介していきます。早速カズが選んだ6、7月の、グッドシーンの発表をお願いします。はい、僕が選んだ6、7月のグッドシーンは第22節横浜 FC 戦後半5分の鮎川俊選手のプレスバックです。おお、フォワード、うん、選手の守備ですか。はい、じゃあ早速とりあえずねそのシーンを見ていきましょう。はい、指示があってゆっくりと前進して佐々木、さあ横浜 FC の守備ラインは基本的には変わらないような形、奪いました。さあいい形、奪って前に出る高木、運ぶ、斜めに動いた渡辺和真、おー戻ってきました。はい、じゃあ配列していきましょう。人数が、うん、ここで出ましたね、うん、はい、ストップ。ここで今鮎川選手は前でボールをもらおうと、まあ、中盤あたりにいるんですけど、はい、流してもらってください。ここでボールを奪われます。はい、ストップ。まあ、味方がの、まあ、パスがちょっと弱くて相手にインターセプトされた瞬間に、うん、もう次へ切り替えて、ではい、流してもらって、これかなり長い距離を走ってるんですよね、うん、まあ、今奪いましたけど、まあ、後ろの選手からすると、まあ、かなり助かる、うん、まあ、俺も後ろやったことあるから分かるけど、ミスした選手じゃなくて、まあ、違う選手がやっぱ取り返すっていう、まあ、こういう気持ちというかプレーっていうのは相当大事だと思うね、うん、まあ、自分たちのチームメイトがミスをした瞬間をしっかりカバーできる、うん、そこにパワー使って取り返してくれるっていうのはね、うん、まあ、チームをかなり勇気づけられるっていう、そう、ね、そういうプレー、普通こうね、取られた瞬間あーってなるなる、うん、あーもうちょっと戻るのみたいななるけど、うん、本当これは、うん、まあ、グッドシーンだと思うので、はい、まあ、ぜひね、こう継続しながら、まあ、得点も奪ってほしいなと思います、うん、はい、じゃあ次にコージの選んだグッドシーンいきましょうか。はい、では発表します。僕が選んだ6、7月のグッドシーンは第21節サガン鳥栖戦後半17分ジュニオロサントス選手のゴールです。いやもう、うん、見てほしいなと。じゃあちょっと振ってもらいますか。どうぞ。販売をしています。金明日監督指示を出します。さあこの時間帯は広島耐えたいトス、おっと捕まった、ショートカウンター、柏田引きつけてジュニオールサントスだ、簡単に解説したいなと思いますけど、まあ、まずね、相手のスローインから、このゴールが始まりましたけど、ここでストップ、はい、ここでジュニオールサントス選手のこのボールが流れて、まあ、この流れる瞬間にも、まあ、柏田選手がね、うん、まあ、インサイドを取って、まあ、前に、まあ、まず走り出しました。でちょっと流してもらえますか。まあ、ボール持ってドリブルで仕掛けてストップ、これは、まあ、柏選手のね、0.89 ぐらいの、うんうん、得点でもいいのかなっていうような、まあ、その柏選手のね、こう相手を引きつけてからの、ラストパスと、まあ、最後フィニッシュっていうところ、うん、前半がね、かなりチャンスあった中で決めきれない中、まあ、いいゴールだったかなと思いますね。ユーロサントスもね、うん、一回カッシーに出して、はい、その後またもらいにね、うん、ゴール前に走っていったのも良かったかなと思うし、まあ、やっぱカッシーはこのね、
狭いスペースの中で、うん、まあ、細かいボールタッチがあるから、うん、ディフェンスからしても、まあ、飛び込めないよね、うん、飛び込めないし、なんか引きつけられて、うん、まあ、誘いようですね、うん、相手ディフェンスも誘われた中で、まあ、ラストパス、うん、で、やっぱ結局ゴールってやっぱあのボックス内で生まれやすいっていうじゃないですかね、うんうん、やっぱあそこにどんどん侵入していくことっていうのが、まあ、広島の多分課題だと思うんで、ね、うん、まあ、これ一つゴールきっかけになるかなと、うん、はい、思います、はい、続いてのコーナーは6、7月の MVP の発表です。6、7月の J リーグを通じて MVP だと思った選手を、僕とカズで選び、最終的には1人に絞っていきます。まず、今回の MVP の商品にお好み焼き屋みっちゃんを経営する株式会社、ISE 広島育ちさんより、バラエティ3種セットと、雅クーポン2万円分ご提供いただきました。ありがとうございます。さらに、視聴者の皆さんにもプレゼントがございます。プレゼントはサンフレッチェ広島限定オリジナルヘアになります。こちらはなんとヘラの当選者の名前入りとなります。さらにさらにヘラを包むスリープには MVP 選手のサインを入れさせていただきます。はい、それでは今月誰が MVP を手にするのか早速いきましょう。それでは、2人同時に発表していきましょう。マンスリーサンフレッチェ6、7月の MVP は、柏義文選手です。一緒です。無事じゃん、カシでしょ。今回は結構もう縦横無尽に、うん、ね、相手をかき回すじゃないですけど、うん、なんかそういうプレーも結構多かったし、運動もねめちゃくちゃ多かったなっていう印象ですけどね。そうだね、うん、まあ、攻撃だけじゃなくて守備の方も、うん、まあ、見よったけど、あの突戦とかもインサイドバックの点に対して仕事させてなかったし、うん、まあ、チャンスの時には必ずなんかカッシーが絡んでたっていうかね、うん、アシストもね、ジュニオサントスのアシストもそうですし、うん、まあ、エゼキエル選手に対してのボール、うん、まあ、外から中に入ってきて、チャンスを作るっていうのはかなりあったと思うから、うん、まあ、そういった意味で一番目立ったかなと思います、うん、まあ、存在がありましたね、存在感、うんうん、まあ、ということでね、6、7月のマンスリーサンフレッチェの MVP は柏選手でした。おめでとうございます。柏喜ぶだろうな、うん、喜ぶね、これは喜ぶね、うんうん、はい、さてここで視聴者の皆さんへの、プレゼントキャンペーンのご案内です。今回柏選手が、MVP でしたので、柏選手のサイン入りグッズを抽選で1名の方にプレゼントいたします。この動画の概要欄に応募フォームを用意しているので、質問に従って入力してください。今回のキーワードを入れる欄があります。では今回の、応募キャンペーンのキーワードを、カズの方から発表お願いします。はい、今回のキーワードは住吉君です。シュールだね。住吉君、今回、いや、まあね、新加入したということだし、早く皆さんにね、はい、覚えてもらいたいですし、うん、まあ、僕が覚えたいです、はい、そう、住吉君、まずは会いたいです。アメ車に乗ってるね、アメ車に乗ってるね、住吉君に会いたいです、はい。そして、柏選手にも、いつか必ず商品を、届けに行きますので、お母さん、よろしくお願いします。いや、俺じゃない。届けてる、いつも届けないんだけど、届けてる、シーン届けます。先輩とかいじったりとかっていう、なんか先輩みたいだけどな。結構、もう幼稚なんで、敬語とかもなくなってます。すぐに、一言だけ、そろそろカズさんとも絡みたい。文的にはあんま良くない。